ファンパブロ・モントーヤ、ファンパブロ・モントーヤ・ロルダン、1975年9月20日帯はコロンビア出身のレーシングドライバー。カートの1999年度シリーズチャンピオン。2001年から2006年シーズン途中まで、会一に参戦。コロンビア人としてはロベルト・ゲレイロに次ぐ二人目の F1 ドライバーとなった。2006年シーズン中盤よりナスカーに参戦している。 日本では JP モントーヤと、またアメリカ合衆国では、カート参戦時の登録名からファンモントーヤと略されることが多い。コロンビアの首都ボボタ出身。幼少よりカートレースで成功を収め、1995年にヨーロッパでの活動を始める。フォーミュラボクソール、イギリス解散を経て、1997年より F3000 に参戦し、 才能に注目した、イ一のウィリアムズとテストドライバー契約を結ぶ。翌年ニック・ハイドフェルドを退けて、F3000 シリーズチャンピオンとなり、ウィリアムズでのレギュラー昇格が噂されたが、カート王者、アレックス・ザナルディの加入により実現せず。しかし、ザナルディとシートを交換する形で、カートのトップチーム、チップがなしと契約し、ヨーロッパから北米へ渡った。 1999年、モントーヤはルーキーながら、難なく、カートスタイルに順応し、速さでセンセーションを巻き起こす。ダリオ・フランキッティと、熾烈なタイトル争いを繰り広げ、最終戦終了時に、同得点で並び、勝利数の差、モントーヤ7勝、フランキッティ3勝で、デビューシーズンのチャンピオン獲得、1993年のナイジェル・マンセル以来。翌年は、 チームの体制変更によりタイトル防衛はならなかったが、トヨタエンジンの初勝利を含む参照を挙げ、伝統のインディ500も制した。これらの活躍により、2001年よりウィリアムズカイ一チームのレギュラードライバーとして起用された。海一においてもモントーヤは最初から大胆さを発揮し、2001年シーズンの第3戦ブラジル GP では、 王者ミフェラーリの総合力には及ばぬものの、強力な BMW エンジンを利して、ドイツ GP で初ポールポジションを記録。敵地イタリア GP では、ポールツウィンで初勝利を達成した。2002年は優勝こそなかったが、フェラーリがシーズンを席巻する中で、シューマッハと並ぶ7ポールポジションを獲得した。2003年には、 同僚ラルフ・シューマッハと共に改装し、2勝を挙げて、シリーズランキング2位で終盤戦を迎えたが、アメリカ GP での雨とペナルティの影響でチャンピオンを逃した。2004年には翌年のマクラーレン遺跡を発表。この年は、ウィリアムズの新型フロントウィングが大失敗し、シーズン中盤に旧型に戻すな独占を強いられ、優勝は最終戦ブラジルのみに止まった。 2005年はマクラーレンに加入して参照を挙げ、イタリア GP では予選で下一史上最速記録となる時速 372.6km も記録したものの脚光は君来個年に集中した。シーズン序盤には肩の骨折、テニスの最中に寄ったと報道されているで2戦を欠場し、後半はセカンドドライバー的な立場を強いられた。2006年は チームの低迷と共に制裁を書き、アメリカ GP では、スタート直後にライコネンと同志打ちを演じる。その直後、チームとドライバーが合意の下で契約を解除した上で、マクラーレンを離脱。フルス、チップ、ガナッシュの仲介で、活動の場をナスカーに移した。ナスカーでは、ブッシュシリーズにアトランタから参戦を果たす。2007年より、チップガナッシュレーシングから、 ナスカーネクステルカップに参戦。2014年、チームペンスキーからインディカーシリーズに復帰、ポコのレースウェイでの第11戦で復帰後初勝利を飾るなど、ランキング4位の活躍を見せる。2015年、この年のインディ500において、序盤に一度リードラップ最後尾まで落ちたものの、そこから追い上げて、中盤以降は終始、トップ争いに絡み、15年ぶり自身二度目の優勝を、 飾る。この優勝は、A.J. ホイトの10年を抜き、最も長い間隔を空けてのインディ500複数、優勝であった。4輪レース界で、世界三大レースと言われるもののうち、モントーヤは、インディ500、2000年、2015年と、モナコ GP、2003年を制している。また、2007年1月に、デートナインターナショナルスピードウェイで行われた。 ローレックス24レートな24時間レースにおいて、スコット・プルエットなどと共に出場し、初出場ながら優勝した、翌年も連覇。太字は、ポールポジションシャジは、ファスティストラップ。ドライバー同士の口論はよくあり、ひどい暴言が飛び交ったり、乱闘になることも珍しくはないものの、さすがに、この発言内容を重く見た、チームオーナーのフランク・ウィリアムズは、 また同じことをことたら首にする、と厳しく叱責した。ちなみに、原因となった金曜日のフリー走行での出来事は、モントーヤがブレーキテストを行い、ビルヌーブもあえて避ける動作をせずに突っ込んだもので、両者に火があったため、FIA は両者に対し、レース中に接触を起こしたら両者とも、出場停止処分にすると警告した。会1では不遇であったが、カート時代は、 特に1999年のルーキーイヤー,ーは、ロード、ストリート、オーバルともに、抜群のドライビングテクニックを持っていた。2006年から参戦している、ナスカーでも、同僚のジェフ・ゴードンなどのドライバーから、ドライビングテクニックは高く評価されている。福山秀夫はモントーヤが参戦して間もない頃の、日テレ G の解説で、会一などよりナスカーやカートの方が合っていると評して、おり、 単純なサラリーも、去ることながら様々な収入で、回一より多くなると述べている。オーバルでは2000年に初参戦したインデ500で、他を寄せ付けない圧倒的な速さで優勝し、2009年の春のタラテガでポールポジションを取るなどしている。これを見ても、モントーヤのあらゆるコースの順応性の高さを示すものである。2001年に回一に移籍したその年の、 インディアナポリスモータースピードウェイで行われたアメリカ GP において解説の鈴木アグリはモントーヤはバンクの使い方がうまいねとコメントをしてたモントーヤはそれまでカートで同コースやミシュワン等のオーバルコースで優勝していることもありこの日のレースでも巧みなバンクのコース取りからこの年の王者であるミハイルを豪快にき則っている2007年より参戦している ナスカーでも2トン近くあり、ハイテクを一切禁止された操縦しにくい、ストックカーを器用に運転できるテクニックも持ち合わせており、事実ナスカーネクステルカップシリーズでの初勝利は32番グリッドから優勝し、インフィニオンレースウェイでの最も後方からのスタートでの優勝、加えて燃料補給のタイミングからガス欠不安を抱えていた状態からの優勝であった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。